レイテックマグライテンの調子に乗ってる佐々木です。24ヶ月目でチャーハンを作れるけどラーメンはまだ修行中の小西です。はい、じゃあついに今日はライライテン YouTube の深夜のまかない飯、はい、ついに熊谷店やってきましたね。イエーイ。はい、でも今日本当は僕が作る予定だったんですけど、小西くんがどうしても作らせてくださいということで小西くんに作ってもらうんですけど、まあ熊谷に来たということで、熊谷といえば、まあ、やっぱ暑いっていうところです。暑いといえば夏バテかなと。おお、では夏バテといえばやっぱスタミナ丼を食べて元気をつけましょうということは、今日のまかないはスタミナ丼です。まあ、スタミナ丼ということで、まずレシピを紹介させていただきたいんですけど、まずご飯がこちら 250g、 でその後豚バラ肉が 110g、 でネギが 10g、 で海苔が2枚、醤油が大さじ1杯、で酒も大さじ1杯、でシャンタン、こちら中華シャンタンっていう調味料ですね、これが 2g、 でその後砂糖が小さじ1/2、でサラダ油を大さじ1杯とニンニク 3g、 これアクセントに入れるとだいぶニンニクの風味が出て美味しくなるので、では実際こちらを使って調理の方にさせていただきたいと思うんですが、では小西くんお願いします。はい、はじめ。はい、では今から調理の方にかかっていきたいと思うんですけども、まあ、今回はスタミナ丼ということで、家庭ですぐに簡単に作れる料理というところをに着目してやっていこうかなというふうに思います。じゃあまずお肉の下ごしらえですね。まず家庭で湯煎でまずお湯を沸かしていただきます。これポイント？ポイントはこれお湯沸いた後すぐお肉をさっと炒めるので、本当に少し沸けば大丈夫です。じゃあこの沸かしている間にこの調味料を全部合わせていきます。先ほどの醤油大さじ1とこの料理酒がちょっとおかしいです。はい、続けて。料理酒と料理酒とシャンタンの小さじ2と砂糖が小さじ1/2で、まあ、ここで軽く混ぜて、シャンタンが全体的に潰れれば大丈夫です。はい、先生お湯が後ろで沸いております。あ、お湯が一応沸きましたら、お肉の方を磨いていきます。あ、もうこれ大丈夫です。シャンタンがすごいダマになってます。すいません、もうちょっとこうちゃんとね、ダマを取って、まあ、これまあ、ちょっとダマが残ってても大丈夫、火にかければ溶けていくので。はい、で、それではこちらでお肉の方を磨いていきます。はい、まあ、お肉を入れたら、まあ、すぐに終わるので全体的に回してあげて、もうこれぐらいになれば火を止めてすぐ揚げて大丈夫です。若干赤くなるぐらいがこの後火を通すのでちょうどいいかなというふうに思います。お肉最初から赤いレアぐらいということ。レアぐらいになればということで、はい、じゃあそしたら先ほどのネギ 10g を合わせていきます。そしたら火をかけて、で大体フライパンが温まってきたなと思ったら油を大さじ1、そしたら最後ニンニクですね。ニンニク醤油がベースになりますので、これを最後タレに入れて、もしニンニクが好きな人は量をちょっと多くしても、刻みのニンニクにしてもいいかと思います。ではここでお肉を入れていきます。でここでさっと炒めたら、先ほど作ったタレを入れていきます。で最後ですね、強火のまま傾けていただいて、フライパンを振りながらトングを回していただくと、これが味入れという工程でして、お肉の中にタレが染み込むようになります。で大体はい、炒めることができたらこちらですね、ご飯の上に海苔を乗せて、お肉だけ
つけます。最後にタレをかけて、はい、これでスタミナ丼の完成です。うまそう。加藤さん、店長がいい感じに空気読んで夏バテしてくれてます。なーに、店長よくやった。お待たせしました、スタミナ丼です。これで暑い熊谷を乗り切ってください。箸がね、美味しそう。店長、マスク。いただきます。めっちゃうまい。